夢の旧作、シュュここ九州帝国大学在勤の医学士が4人と工場での若い女性が3人うち1人は既婚が今年の春あるところで集まって紅茶を飲んだり果物をむいたりして雑談に老けった。 この7人はそろいもそろった探偵小説の愛読者で同時に活動のファンであった7人の頭の上にはガス入り電球の青白い光がキラキラ光っていたそのうちにその中の1人が「普通人にはありうべからざることと思われて実はありえる探偵小説を作ったら面白いだろう」と言ったら皆賛成した同時に 普通の探偵小説のように犯人判明めでたしめでたしならぬこと名探偵が現れぬこと読者自身が名探偵にならねば初めからしまいまで絶対に不可解に終わることそうしてむやみに不思議で面白いこと世界的権威を有することなぞいう条件が後から後から湧き出したその挙句それでは 今夜一つ作ってみようではないかということになった彼らは在来の探偵小説に飽きて新しい探偵小説を心から求めているのであっただから一番最後の条件などは仲間でも知ったものがあったが知っちゃダメだと憤ったものもあって結局真面目に作ることになったもちろん7人が7人とも素人の悲しさに 部分部分の考えは見ないいが全体としてはなかなかまとまりにくかったしかしそれでもしまいになるとバタバタと結末がついて「これなら」という骨組みが出来上がった参加したのは夜中過ぎであったそれからその骨組みによって「これからこれまで」と各人が分担して書いてくるそれをまとめて一人の文章に直す それからまた集まって朗読会をやるといった順序でやっと出来上がったのがこの一編であるただし題材その他の関係で学士諸君のうち整形外科君と法医学君との意見が最も多く表面に活躍して他の解剖君と薬物君の知識が影になったのはやむを得ないそれから3人の若い女性が極力夫人の勝利を主張したが 結局それは西洋かぶれというので否定されて男性も女性も共に滅亡ということになったのは痛快であったそうした気分がこの物語全編を通じて一種の緊張味を与えていることは七人が等しく認めるところである1この記録を読む人は 途中で幾度もこの記録の筆者が何人であるかを疑うであろうそうしていろいろに推測したり想像したりした結果はただ私が一本の万年筆かエバー・シャープ見たようなものであるということ以外には何事をも発見しえないであろう事実私は一本の万年筆である頭は金で 体と帽子とは黒のエボナイトそれ以上に私は発表することを好まるまたそれ以上は推測されることも好まる私はこれから私の犯したある深刻な強行法律上の罪にもならずまたいかなる名探偵にも捜索を断念されるであろう事件の記録を書くのだからさて私の記録は 福岡市の東にあたって海青く砂白き箱崎松原に建てられた九州帝国大学の法医学標本室内の出来事から始まる。ずいろんろな人物がこの標本室を研究に参りますでしょう,な,という流暢なエスペラント語がオースタリーの法医学士ワルテンベルグ氏の口から漏れた。 黒い髪と黒いひげの乱生した間からまだ30代の赤い方とギリシャ花と太い眉とロイドメガネとを見せその下からこれも黒い目を光らしている黒背広と島ズボンの略訪問服が体に吸い付いたようエナメル側の靴がピカピカ光る問われた人は白髪白禅の色の浅黒い背の高い八代博士で 古ぼけた茶色のモーニングを着て寂しそうな笑みを含んでいる八代老博士は標本室の白土の扉の前に立ち止まってあまり上手でないエスペラント語で答えた「はい時々は日本や外国から有名な悪党も参りますそんな連中からの感謝状を私は大切に保存しておりますほほう 感謝状とはどういういで,ですかと和博士は目を丸くして聞いたつまり自分の愚を悟ったとかもう悪いことはできないことを知ったとかいうのですもちろん全部を信用はできませんが元来悪人というものが自分の才能を過度にうぬぼれていることだけは事実です その事実が全ての法医学の標本となっているのですから言葉のうちにロ博士は扉を開いてワルテンベルグ博士を導き入れて内側から缶抜きをかけたそれから部屋の向こう側へ行ってドアの防火扉を3箇所開くとまぶしい光線と共に一方の窓からは緑を吹きかけた松の枝一方からは 火葬場の煙突の上の澄み渡った青空が輝き込んだ実に完備した標本室ですなと和博士は室内を見回した4軒四方もあろうかと思われる部屋の中に45尺ずつの間隔を置いてセピア色のガラス戸棚が整然と並べられているその中にずらりと陳列されているさまざまな標本錆びた出刃包丁 泥まみれの野球用バット新しい金づ赤茶けた鉄の棒血の染みのできたトランク顔の皮を剥がれた首のアルコール漬け砕かれた頭蓋骨足跡のついた畳や屋根瓦指紋を残した電球などいう平凡なものから説明を聞いてもちょっと分かりそうにない機械器具 または図面の数々さては戸棚の間の通路の四つ筋に台に載せて飾られた一つのミイラ二つの城多毛性の男女やまたは半人用の模型と写真大男の骨格なぞいうものが三方の窓から十分に取られた光線に輝いてさながらに「犯罪博物館」とでも言いたいありさまを呈しているおや 今一部屋あるのですか」と和博士は部屋の隅の壁に取り付けてある一つの扉を指さしたいやあれは地下室に行く入り口ですと八代博士は応用にひげをなでながら答えた私がまだ研究中で発表できかねるものその他、当分秘密にしておきたいものなどを あのなるほどと和博士はうなずいたそして軽いため息をつきながらいま一度室内を見回したこれだけの標本をお集めになるにはよほどの年月をお費やしになりましたでしょうなはいほとんど50年余りかかりました50年余り わ博士は目を丸くした私は東北の猿家に生まれたものですが16の年に一家が結核で死に絶えまして私一人残りましたその頃から私はこの研究に興味を持って全財産をこのために傾け尽くしたのですなるほどどうりで 我々若輩の企てを呼ぶところではありませぬ時にこれは何ですかと和博士はすぐ手近にあるガラス戸棚の中の2つの塩せんべいのようなものの写真を覗いた老博士は悠ゆ々うゆうとポケットから金縁の老眼鏡を出したああこれですかこれは2粒のフケの写真ですえ フケの写真そうですご覧のとおり AB の2つとも真ん中に同じ格好の毛穴が開いておりますししわのより加減から栄養の状態または付着しているちりまでもお互いに似通っていますつまり同じ人間から出たものは赤や汗までも共通の特徴があることを この2粒の老けが証明しているのです。B の方はここにある耳の上を砕かれた頭蓋骨から出たもので A の方はこちらにあります桜のステッキの皮のめくれた間に挟まっていたのです。ほほうなるほど。このステッキでこの頭を砕いた犯人は法廷であらゆる弁解を試みましたが。 結局この2つのフけが動かぬ証拠となってとうとう死刑を宣告されましたそれはお手柄でしたな何格別の手柄でもありません犯人はずっと前に自分に対して死刑を宣告していたのですからずっと前とはいつこのステッキで この頭を撃った時にワ和博士はあ然としたが今度はその向こう側の棚に額縁に入れてかけてある一枚の手紙を指差した牢博士はその法文タイプライターで打ち出された文句をエスペラント語に翻訳して聞かせた私は今完全なる犯罪を遂げた若松市の炭鉱成金で 大工業会社社長たる天川氏の自宅の金庫を開き新聞紙に伝えられた同社会計主任石村氏の引退料10万円を昨夜中に奪い去った者はかくいう私である金庫の扉には当日銀行から現金を受け取ってきて手銃からこれを納めた会計主任石村氏とこれに立ち会った天川社長の指紋がついているはずで それ以外には何らの反責も残っていないであろうこの金を奪いこの手紙を出した完全なる犯罪者すなわち私を捕まえるということはこの手紙を打ち出した後ある海岸の海底深く沈んだ法文タイプライターを探し出すよりも困難であろう若松氏を去るに際して今後私の捕獲について大いに努力せられるべき機関に対して 満行のを表する。大正7年2月10日朝若松駅ポストへ投函金庫破り族より土方若松所長殿黙って聞いていた和博士はにやりと笑った「何かお気づきになりましたか?と」と老博士もにっこりしながら問うた。 何大した意見でもございませんがこの犯人を突き止めるにはいろいろな考え方があるようですないかにもぜひ一つ拝聴をいやほんのお笑い草ですがまずアングロサクソン式の探偵法で申しますとこの犯人は警察の捜査方針をかく乱するためにこの手紙を出したもので。 この手紙が指さし示す通りに捜査を進めていけば犯人は絶対に安全なところにいるすなわちこの手紙が完全なる犯罪の一部を成しているのでありますさようさようそこで若松市中にいるもので警察署長をバカにし得る知識のあるものまたかなりに周囲の事情を知っているもので 例えば会社内のものか淡川社長の家族見たようなものさらにその金庫の暗号を知り法文タイプライターを使えるものとこのように常識的に絞り寄せてきますと捜索の範囲はずっと狭くなってまいります。慶福慶福ですと 老博士は喜びに耐えぬように両手を揉み合わせた和博士は少し反り身になったこれに反して我がラテン系統の直接方式推理法で申しますとこの手紙に書いてある通りの完全なる犯罪を犯し得る立場にいる者がすなわち犯人ああソチ君がここにいたならば。 とロン博士は深い探索をしたソチン学士がこの手紙について何か言われましたかソチン学士は陽光前ここの助教授であった時にこの事件と関係したのです彼は失礼ながらあなたと同様の直角力を持っておりました彼はこの手紙を読み終わると同時に ここに犯人が署名していると申しました和博士は覗き込んだがいかにも改善たる笑みを含んで腕を組んだ老博士の指は会計主任石村という名前を指さしているなるほど引退料の二重取りを計画したのですな 新聞に引退料の金高についてやかましく書き立てられたのでつい魔が差したと犯人は泣いて告白をしました。犯人石村氏は考えに考え抜いたあげく完全なる犯罪ということと絶対に嫌疑のかからぬということを同じことだと考えてしまったのです。 実に気の毒な人です和博士はこの同情ある言葉を聞いて痛狂なる老博士の人格に打たれたように目を閉じた「コツコツ」と扉をたたく音「お入り」と老博士が答えると小倉服の小遣いが小さな名刺を持って入ってきた 博士はその名刺を横にして老眼鏡で透かしてみたがちょっと目をしばたたいて妙な顔をしたこの夫人は玄関においでかへいさようかワルデンベルク博士誠に失礼ですが一人の夫人客を私の部屋まで案内して参りますいや、どうぞお構いなく。 と博士は何気なく言ったところが入り口の扉がピタリと閉まると死の態度は急に変わった老博士の立ち去る足音に耳を澄まして全く聞こえなくなるとにやりとものすごい笑顔を作った窓の外を見回したつかつかと入り口に近づいて内側から缶のきをかけた。 尻の隠しからゴムの指袋を出して右手にはめると今度は地下室の扉に走り寄って真鍮のノブをつかんだ左手で合鍵を探り入れてぐるりと回してノブを開ったが扉は釘付けになったように動かなかった和博士は真っ青になったノブをぐるぐる回し合鍵をいくつも取り替えたが何の効果もなかった一1分 二分と経ったっとうとうは博士は断念した仁王立ちになって鍵穴を見つめたままほーっと太いため息をした鍵を元の通りにかけたそれから和博士は白い絹のハンカチをポケットから出して念入りにはたいて部屋の隅のちりを一つまみ包んだ その小さな丸い包みを心中のノブの上に近づけて指で軽くはじくと中から細かい塵が飛び出してノブの周りにくっついて全く誰も手を触れないもののように見えたこの仕事が済むと和博士は別のポケットから白い麻のハンカチを出して額から流れる汗を拭い拭い缶抜きを外して部屋の外へ出た開け離された廊下の窓の前に来て 両手を伸ばして大きな深い呼吸を2つ3つした「どうもお待たせしました」「おやお気分でもお悪いのですか?と」とロウ博士は近寄りつつ聞いた和博士は3問驚いたように振り返った「いやおそろいります」「実は標本室を拝見しておりますうちにあまり急に頭を使いすぎましたので」 なんだかぼんやりしてまいりましたのですところでと和博士は直帰から金時計を出してみていやもう10時15分前です実は今朝門司へ上陸しましてたった今博多ホテルへカバンを投げ込んだままですからひと休みいたしまして改めてゆっくり研究に伺わせていただきたいと思います先生のご研究は ななかなか一朝一夕では伺いれません今日は甚ははだ早つですが「ああさようですかお疲れのところを無理にお引き止めはいたしますまいがそのうちにいま一度ぜひごゆっくりおいでをお待ちしております」「たはくをっ法医学の発言地たるオンスタリーの名誉ある大化にお目にかかるを得たことを」 光栄としますいいな、今日までに私が見ました世界各国の法医学標本室の中でも最も完備した標本室を今日拝見することを得まして愉快に絶えませる米国ワシントンで偶然措置学士にお目にかかって老先生のご名誉とこの標本室のことを承りかつ同志のご紹介によって目の当たり 老先生の崇高なるご人格と真剣なるご研究に接する機会を得ましたことは私の生涯の幸福でした一息にまくしたてる和博士の顔を見ながら老博士は目をしょぼしょぼさせた不完全な研究をお褒めに預かって恐れ入りますと言いつつ標本室の鍵をかけ終わると和博士の後を追って玄関まで見送ってきた 最善の小遣いが持ってきた街頭と帽子を受け取った和博士は改めて老博士と固い握手をして待たせてあった自動車に乗って去った今一台横付けになっている自動車には目もくれないでまもなく老博士は再び標本室の前に現れた。 今度は素晴らしいい西洋美人を伴っている最近、米国カリフォルニア州のホワイトスワン会社制作映画に探偵活劇者のスターとして現れた米国生まれの名女優フェルマ城が考案してフェルマ型と名付けたという断層に近い青ビロードの旅行服と同じビロードの大きな鳥打ち棒に似た帽子その下からあふれ出た金髪の雲。 その影から浮き出した銃型の妖艶な顔そうしてその猫のようなしなやかな歩きぶりが表す再稚働きとこれに伴う体の敏昇さそれが博多式の若い手提げと一緒にぴったりと八代牢博士に寄り添って父と語る娘のようにいかにも慣れ慣れしい口の利き方をしている無論双方とも英語で。 ねえ先生私は自分の書いた脚本でなければどうしてもやる気になれないのですよですからこうして世界中の法医学の教室を守って脚本の種を探しているのでございますよ結構ですな空想的なものはどうしても人に分かれるそうですな全くでございますよ先生ですから私は いつも実際にあったことを種にするのですそして犯人と探偵の心理状態が自分にしっくりと分からなければやる気になれないのですよそうするとどこまでも自作自演になってしまいますやむを得ま,まいなでも先生方はいつもご自分以外の人間が企んだ悪事の筋書きばかりをご研究なさるのですからおつらいでしょうね 相変わらず寂しい笑みを含んできた老博士はこの時少し真面目になっていったいいえフェルマジーよ犯罪計画と探偵方針とは全く別物なのです犯人は自分の性質に似合った方法で勝手に計画を立てて悪いことをする探偵では自分の性格から出た探偵方針を立ててこれを研究していく 追っかける方も逃げる方も、もっとも自分の得意とする方法で行くので、決して一緒にはなりません。まあ<う>。ですから、探偵劇や探偵小説のように、犯人と探偵のやり口が一つの頭から出たように、によっている場合は絶対にありません。私、どうしましょう 今までの私の脚本はみんなゼロですわとフェルマ城はさも失望したように立ち止まったロ脳博士は久しぶりに高笑いをしたハッハハハこれは失礼でしたしかし失望なすってはいけません芝居はそれでいいのです素人には分かりませんからしかしそれでもお嫌なら ある悪人と合作をされることですなまあなお嫌ですわ <laughs> 2> と2人は隔てなく笑って標本室に入ったまあこんなにたくさんとジョーは見回したご希望ですからお目にはかけますが どうも婦人形にはいかがかと思われるものばかりですよええええ、私は当たり前の女とは違いますからまあこのたくさんの宝石はどうしたのですかとフェルマ城は松原に近い窓の横のガラス戸棚をのぞいた牢博士は説明したそれは皆模造品です 一つや二つは本物が混じっているかもしれませんがこの音が見ても分かりませんまあ本当によくできていますことこちらの棚のたくさんの瓶は何でしょう世界各国の3次制限剤ですではこのオーリンマッチの棒はやはり3次制限の目的で使われるのです しかしこれを用いると非常に苦しんだり死んだりするので今はあまり用いられませんまあ怖いでも24時間くらい貸死状態になってまた生き返る薬やえんをさして殺す針などがありますってねもっと面白いものがありますここにある標本の説明を読んでごらんなさい と、あなたのご創作の種になりますよ。と老博士はいっぱいに光線を受けた西側のガラス戸棚の前にジョーを引っ張っていった。ジョーは輝く目で内部を覗いた。標本第222号ロシア皇帝の死体の写真日本の某大新聞社が大金を出して買った偽物。 標本第70号日本の富豪名刺の偽署名数十種左側は本物の写真標本第71号偽小切手に記された警視総監指紋の偽物標本第404号おもちゃのピストルに仕込んだ爆弾引き金を引くと同時に爆発するようにして ボール箱に入れて子煩悩の符号に送って親子共に殺したもの標本第964号死刑囚の指紋ばかりを背もようにしたフランス製トランプ制作者は同国警視庁の指紋係で1組数百フランの秘密出版物標本第1008号囚人が結び玉を作った衣服の糸 モールス符号を作って他の囚人と通信したもの標本1699号1 6 7歳の美少女の写真実は24歳の青年標本第605号12の指輪をはめた婦人の手首のアルコール漬け墓地の鉄道線路に落ちていたもの持ち主ついに不明 標本第332号「胸賊が用いるボタン止めの博多帯」捕らえられた時に自分の着物を一瞬間に脱いで体だけ逃れる目的で作ったもの「標本第929号」「大正6年中に東京市内にて買収の利く警官の名簿」「制作者内容ともに厳貧」「標本第203号」 陰気の文字に古びをつける薬液。ここまで見てくるとジョーはホッとため息をして老博士の顔を見上げた最前からジョーの美しい姿を見上げ見下ろしつつ胸までくる白いひげを両手でしごいていた老博士もいかにものびのびとしたようににっこりとしながらジョーと顔を合わせたどうです探偵劇の材料になりますか もうとても私の一生に使い切れぬほどですでも私はなんだか私の心の内にある醜い恐ろしいものを見せつけられているような気持ちがしますわごもっともですと老博士は一種のセンチメンタルな表情をした人間には人間共通の醜い反面があります 人間の心の動き方に巧妙性と暗黒性とがあるとすれば暗黒性を実行するのが悪人でそれを研究する者が法医学者とでも申しましょうかまたこれを摘発するのに司法者や新聞記者がありこれを芸術化する者に小説家俳優その他の者のがあるというようなわけです。 皆多少にかかわらず自分の心の暗黒性を応用して生活しているのですそうですわねけれどもと耳を傾けていたフェルマチョウは脳博士の言葉の終わるを待ちかねておぞおぞ言ったこの標本室にはまだ恐ろしいものがあるそうですねあおほう まだ恐ろしいものとはと老博士はひげをなでとめて目を丸くした女はその赤い手提げから1枚の名刺を出してうやうやしく八代王に渡した名刺の表にはフェルマ城紹介九州帝国大学助教授医学士曽地愛太郎八代老先生とあって 裏に細かいい字で青印記で青書いてある。ご夫人に旧大法医標本室の地下室をお見せくだされば幸いこのことにござ候。小生ごとき法医学者にはお差し支えこれあるべきもこのごとき夫人の劇作材料としてはあるいはお差し支えなきやと考えてご紹介申し上げ候。小生はこれより ロシアへ入り候名刺から目を離すと牢博士は今までにない鋭い威厳ある目でジョーの顔をじっと見入ったその探るような叱るようなまたは哀れむような一種言いようのない目の光に打たれてジョーはみるみる罪人のようにうなだれてしまったソチ君はあなたに地下室の中の模様を見て 話してくれとは言いませんとジョーは口ごもった節目になったままおずおずと飾り気ない口調で言ったソチ先生はこの教室においでになるうち一度もかの地下室をご覧になったことはないのだそうですけれどもなんだかよほど恐ろしい秘密が隠れているらしいことをお察しになって あなたに何度もお願いなさったそうですがどうしてもあなたのお許しが得られなかったそうですそれでそれでソチ先生はご自分が今年の夏にロシアから米国に帰るまでの間に私にあの地下室を見てきてくれせめて話だけでも聞いて満足するからとお頼みになったのです私はもう何もかも隠さずに申します どうぞ、ソチ先生のご熱心に免じてお許しくださいませ。もし、ソチ先生にだけお見せくださるならば、私は拝見しなくてもよろしいございます。そして、モスクワの第三インターナショナルの本部に化け込んでおいでになるソチ先生に、すぐお帰りになるように通信をします。ソチ先生は、世界中の秘密をご覧になるよりも、この地下室の秘密をご覧になりたいのですから。どうぞ、 先生ジョーは一句一句に思い切った態度でこれだけのことを言ったそして耳まで真っ赤になってまたもや罪人のようにうなだれた窓の外の松の枝を見つめながらジョーの言葉を聞いていた老博士は静かにジョーの帽子に目を落としたその目の光は次第次第に和らいで やがて何事かを察したような笑みを片方に浮かめたそして低い声で言った「よろしいお目にかけましょう」えフェルマ城は唇まで真っ白になって老博士の顔を見上げたあなたにだけお目にかけましょう。 あなたはこの研究室の中のものを研究して利用するというような目的でご覧になるのではないのですからこの地下室のものは話に伝えられまたは芝居に仕組まれてもただ面白く不思議なだけで少しも害にはなりませんありがとうございます東場は口の中で言って頭を下げた。 その代わりあなたはソチ君に会われた時にこのように言っていただかなければなりませぬこの大学の地下室の中を見せたならば大抵の法医学者はぜひそのうちの一つでもいいから研究してみたいという気になるであろうそしてもしこれを研究したならばその面白さ不可思議さは 芝居や小説で見るのよりも数十創倍して大抵の法医学者は大悪党になるであろう。だから私はソチ学士のような若い暗黒性の強い野心満々たる人間には見せないのだ。いな。 自分で自分の心を知っている自身以外の法医学者には絶対に見せないことにしているのだとジョーは無言でうなずいた一生懸命の決心がその白い方や神々しいほどシャンとした様子の中におの見えた 3老博士はまずポケットから白い安っぽい手袋を出してはめると次には一つの虫眼鏡を出して地下室の扉に近寄ったそして丁寧に調べていたが何かしらにやりと笑って両手でしっかりとノブをつかんだジョーが見ている前で右へ一度左へ一度それから上へ一度と強く前に引き寄せると 扉は音もなく開いて2人の姿を室内へ吸い込んだ中は暗い石の階段で五色の電灯がぼんやり灯っている折り切ったところの右側に頑丈な鉄の扉があるのを老博士はまた前と同じ方法でグッと引いた「あっ!と」とジョーは立ちすくんだ目もくらむ激しい匂い ドブの中、動物園、新しい染料揮発油浴度フォルム香水鳥の糞、ワニスそんなものが一つになって体中に染み入るような奇襲その中に200色光のガス入り電球が青白くイライラと輝いているその光に照らし出された室内のありさまの不可思議さ らん限りのボロ切れが針金につながれて天井いっぱいに乱調子のさらさ模様を作っている四方の壁につられた棚には数十の人間の首手足銅などのアルコール漬けまたは鹿の爪マンドリンシロフォンギターバイオリン最終動乱おびただしい書物食器 帽子または医療機械や薬品と見えるものその他ちょっと見てもなんだかわからぬものが一面に並んで怪しげなさらさ模様を織り出している部屋の中央には78台の机と1 2三脚の椅子とが火事場のように積み上げられ投げ出されているがあるいは食台、実験台細工物台鋳物台紙くず籠鏡立てなどそれぞれそのままの位置で使われていたらしく それに用いられた各種の機械や材料が目まぐるしいほど散らばっている。その他、枯れた植木鉢、獣の皮を張った板、文房具、X 光線機械、野蛮人用の梱包、砥石、肉切り包丁、顕微鏡、バケツ、黄色くなった野菜、ハムの食い残り、フライパン、 目を吹いて枯れた玉ねぎなどがあるいは山のようにまたは大波のように散らばってこうこうたる光の中にとりどりさまざまな陰影を投げかけ合っている唇を切れるほど食いしばってやっとこれだけ見回したジョーのこめかみからタラタラと白い汗が下だった「あなたの靴よりほかのところが何者にも触れないように私についておいでなさい」 どこにどんな毒が隠れているかもしれませんからと老博士は言いながら部屋の中に踏み入ったジョーも恐る恐る歩き出したがそれと同時にほとんど老博士と同じ身振りをしなければ注文通りに何者にも触れずに歩けないことを知った老博士は部屋の向こう側に渡りながら手近にあるものを指して説明を始めた この地下室の中に散らばっているものは全部ある一人の恐るべき人物の手で作られたものです無論私ではありません灯籠博士は転覆した机の足に取りつきながらアルプス探検の案内者のような態度で振り返ったジョーはハンカチを口に当てながら目だけでうなずいた 天井のたくさんのキレは世界各国から取り寄せたもので皆2種類のばい菌を取り合わして養ったものですつまり古着に沸いて人間の皮膚を傷つけるばい菌例えばピチリアージスロゼアギベルト菌とその傷口から血管に潜り込んで人を殺すばい菌例えばペストバチウス等 一緒に養う試験をしたのです。この試験に成功すればそのキレをある人の体に押し付けるだけで相手を殺しうるのですまあという深いため息の声がジョーのハンカチの下から漏れた老博士の説明は次から次へ続く この壺の中にあるのは一種のゴム液でこれを手と足の裏とにつけると建物の角を捉えて何百尺の高さにでも登れるのです乾いてくればポケットに忍ばせた壺からこのゴム管で液を吸い出して唾と一緒に手足に吐きかければよろしいこのエバーシャープは芯が溶解しやすい毒になっていて 一本の十分の分くらいで人を殺しますもちろん当たり前に字も書けますから警察に引っ張られてもめったに疑われませんここにある注射器は薬が人体に入る時に針の根元から無数の空気の泡が混じっていく仕掛けになっておりますその泡は血管に入って毛細管を塞ぐので その周囲が極めて小さい部分だけ栄養不良になります。それが脳に来ると中風となり、心臓の栄養血管に来れば立ちどころに死んでしまいます。普通にもこんな病気は時々あるのですから、決して疑われません。遺産を狙う息子、薬令を急ぐ医師などは買うべしでしょう。 こちらの瓶の中には赤ん坊が最も好む香水を調合してあるのです。どんな人水をする赤ん坊でもこの香水をつけていくと離れなくなるのです。小児科医などが用いたら一日に二三件しか会心はできますまい。悪人がよそに取り入るにはもってこいの妙薬です。 このカバンもちょっと面白いものです。記者中などで他人の手提げなどの上に置くと、バネ地陰で底が開いて、音もなくそれを吸い込んでしまうのです。ボンボンは誰でも食べるものですが、この箱の中のは特別においしいのです。よく精製したニトログリセリン、すなわちダイナマイトで。 食べると甘くてほんのりと酔います。しかも爆弾として用いれば非常な力を持っているのです。上に白砂糖がかけてあるのですから、探偵の前で食べても決して危険はありません。無政府主義者などは喜んで買うでしょう。ただし、火のそばで食べると露見しやすいのです。ははは。 こはまきは火をつけると無味無臭の毒ガスをつくるので他人にすすめて吸わせるのです吸わないものはただ少し胸が悪くなるくらいのことですがその煙を溶かした唾液を飲んだ人はじきに死んでしまいますこのガラスの破片は毒を塗って相手の襟元や靴の中に投げ込むのです 造花を植えたこの品焼きの植木鉢は水分が乾くと部屋いっぱいに貧楼寺から取った毒ガスを出し水を注ぐとその毒ガスをきれいに吸い戻すのです。ここに転がっているヤシの実は台所にある塩とか酢とか火星ソーダとか石ころとかいうものを混ぜて作った爆弾です。 この小さな竹の針のようなものは激しい毒が塗ってあるのでこのガラス管に入れて口に含んで人に吹きかけるのですガラス管はすぐに吐き出して踏み砕くのでなるべく群衆の中がやりいいのですただ難しいのはこの矢の毒を濡らさないことで よく乾いている方が人間の血に溶けやすく刺さっても気がつかずしかもゆっくりと効くのですごく細かく鋭くておまけに竹が枯れきっているのでわけなく折れ込んでしまいますその横にある角砂糖は味も香りも普通のと変わらないので茶などに入れて飲まされた人は 数時間後には心臓麻痺を起こして死ななければなりませんさあやっと部屋を横断しましたどうですご参考になりましたかなと言いながら老博士は暗い部屋の隅に近づいたそこには大きな平たい心鍮病のついたトランクがあってその向こうに白い膜が垂れて 下から鉄のねだいの足が見える傍らの壁には安っぽいゴム板の聖母マリアの像がかかっているどうやら人の住んだ跡らしいここまで来るとジョーの唇から長い長い震えたため息が漏れたやっと気分が落ち着いたようにジョーは立ち止まって両手で顔をなで回した薄かれた声で、 きれぎれに言った。まあなんという恐ろしい研究室でしょう全く恐ろしいものです世界中の善人も悪人も同時に震え上がらせるものばかりですこの部屋中で凶きに使えないものはここにある万年筆くらいのものです ソチ博士が見たがるのも無理はありませんい,いえソチ先生ばかりではありませんとジョーは興奮のあまり泣きそうな口調で言った私はこんな激しい恐ろしい研究をする男の方が好きですどんな醜いお方でもいい人類全体を脅かすような こんな恐ろしい性格を持っている方が。ああ、こんな。こんな。脳博士は驚いて両手を挙げたいけません、いけません。そんなことをおっしゃるものではありません。そんな男がむやみにいるものではありません。でも、ここにいらっしゃるじゃありませんか。この研究をした人は誰ですか 老きき博士は落ち着いて冷ややかにしかも気の毒そうに答えたそれはこのうちにおりますこう言って老博士は白い幕を指さしたえこの幕の中に早く早く合わせてください早く まあ、お聞きなさい。と老博士はジョーの神経を押し沈めるように力ある声で言ったこの部屋の主人公はある文明人と野蛮人との子で学名をフョンドロジストロフィアフェターリアと称する一寸法師でした彼はあらゆる文化的知能と趣味と思っていると同時に 野蛮人そのままの犯罪性と残忍性を持っておりました。私は偶然この男を見つけて極めて秘密にこの部屋で養いながらこれだけのものを作らせたのです。彼の犯罪的知能はこれくらいのものではなかったでしょうが惜しいことには昨年の8月末に死にました。 え死にましたとジは叫んだ老博士は黙ってうなずきながら静かに白い幕を引きのけた空っぽの寝台に板を敷いて一人の人間の全身のアルコール漬けが置いてある縮れた毛髪だけが赤く変色したほかは全身真っ白に漂白された気味の悪い姿 シワだらけの猿のような顔異様に短い手足その額に横一文字に刻まれたのこぎりの跡そこから取り出された自分の脳髄のアルコール漬けを足元に置いてじっと見下ろしながら白い目をむき出した永遠の薄笑い「ああ!」ジョーは失神して倒れそうにしながら 後ろの机の机上に手をやった。角砂糖がバラバラと床の上に落ちた老博士は駆け寄って抱き留めた抱き留めながら老博士は城の後ろについた手を気遣わしげにのぞいたそこに散らばった角砂糖と毒の吹き絵を手で払いのけるとその後に城の体を静かに流した その寝顔を上から見下ろした八代博士の顔の表情は次第次第に変わってきた銀のように輝く髪とひげとの間に現れていた気品の高い寂しそうな気配がみるみる消えうせて冷たい皮肉な何者かに満足した獣のような笑みが頬から目尻の方へ流れ漂うたそのままじっとジョーの鼻息に耳を傾け また胸の辺りに耳を押し当てると軽く2つ3つうなずいて茶色のモーニングの内ポケットから小さい黒革の箱を取り出してパチンとボタンを押したきらりと光って中から現れたもの1丁の小さな注射器を手早くつまみ上げて同じ箱の中の小瓶から薬液を吸い込ませると静かに伝統の光に透かした幾度か押し出したり吸い込ませたりして いいちいち光に透かしながら極めて厳密に分量を決めると口にくわえた両手を伸ばしてゆっくりしたフェルマ服の襟をくつろげて青白い乳のところまでむき出した呼吸するとも思われぬくらい静かに光る胸の谷合いをうっとりと見つめていたがやがて浅黒い長い左手の指でキュッとつまみ上げると右手で口の注射器を取った。 そして老博士は今一度ジョーの顔を見たその時ジョーはパッチリと目を見開いた老博士は静かに手を引っ込めた言いようのない決まりの悪そうな寂しそうな笑みが二人の目の中に見交わされた四。4 エスペラント語の主観1ワルテンベルグ博士に提す記下の参考資料として世の法医学における知識は左のごとき判断を下す1つワルテンベルグ氏は本日九州帝国大学法医学の標本室の地下室入り口の扉を開かんと試みて失敗せり 二つ、本日午前9時27分より43分の間にその扉が真鍮のノブに記されたる指紋はまさに世の指紋なりしかるに世は最近かのノブを握る場合に限りて他人の指紋をつけたる指袋を用いて警戒し入れりしかして世の真の指紋を知れる者は かつての世の世たり、かつ一昨年来海外旅行に来て音信不通となれる添愛太郎以外になし添愛太郎学士は在学中かの地下室の秘密について非常の興味を持ち幾度かこれを民として常に失敗しついによより単独にて標本室に入ることを禁ぜられたるものなり。 三つ、次にワルテンベルグ氏は世が欧州漫遊中王国市内孤児院の児童中より選び出し学士を休したるものにして大正12年7月同国の学位を得るや直ちに世界漫遊の都に上りたるが同年8月2日付にて米国ワシントンより世に当てて左の主観を寄せたり。 富士通日本に来遊の若月は、ぜひ、キー大学の教授室を拝観し、五公説を拝聴したし。四つ、しかるにその翌々日、すなわち四日付の、同書よりの同志の書簡到着せり。筆跡、用紙、その他寸分の相違なく、ただ文句のみ多少異なれり。 初めて騎下に書簡を呈するの光栄を有す。要は統治にて帰化のオレしたる措置愛太郎学士に面会し、帰化の恩噂を賜りて警簿に耐えず。遠からず帰化の警害に接する機会あるべし。その折何とぞ標本質をも合わせて三管五許可あらむことを切望する。 法医学者がこのごとき健忘症に陥ること不可能なりとせば右の手紙は偽物なり5つ次に左に封入の新聞の切り抜きは昨年10月スペイン・マドリッドの新聞に掲載されたるワルテンベルグ氏の行方捜索広告なり同志は孤児にして親戚なきをもって この広告を出したる者は必ずや死の音信不通となれるを怪しみて計らいたる者なるべし。遅くも今年9月初旬までに米国より統治に嫌いし、さらに日本に渡る旨記載したる7月末日付の初診以後、通信途絶えたり、とある点注目に値す。しかも死の要望は、 広告中にもあるごとく、ソチ学士に酷似せり、ただ黒きひげを許せざるのみ。六つ、ソチ学士はいかにして和紙を殺してこれに化け変わり、そのひげの生え揃うを待ちて彼の標本室をお唱い、時間を計りて彼の女優フェルマ城を訪問せしめて世をおびき出し、 その留守中に仕事をせむと試みたるものなることをここにおいて疑う余地なし。七つ。しかれども、ソチ医学士がこのごとき失態を演じるその原因について研究するときは、一点同情の涙なき当たわず。ソチ医学士が失態の根本原因は、見ず知らずの外国人にして、 その骨葬体格がなぜにこのごとく日本人のしかも自己に酷似せるものありやという理由を研究せざりにありワルテンベルグ氏は世が40年前欧州万遊中にある女と関係して埋める子にして 数十年後再びウインナーを唱い同地の孤児院においてその要望と才能の働き具合より我が子たるを発見したる者なり同人が法医学士となりたるも偶然にあらざるなり八つワルテンベルグ氏と母をことにして父を同じくせる者は措置学士なり 余が措置愛太郎を岡山孤児院の孤児中より拾い出したるは実に和博士と同一理由によるものなり。九つかくして余は全てが偶然にあらざるを自覚せり自己の血によって犯されたる罪が自己を責めつつあるを自覚せり。 事故の法医学のために事故が究明されつつあるを認めたりしかして介護せりとしかして世は世の介護のついでにいまひとつ告白せざるべからざる一事を言うすそうはかの地下室の主人公が1個のアルコール漬けの主樹にしてしかも 世が豪衆人の女と同棲して生みたる子なることなり世の子たるワルテンベルグ氏がソチ学士の偽りの姿となりて世を訪ねてこれるごとくかの主寿は世を訪ねて世界を遍歴した大正二年の夏はるばる日本まで渡り来れり彼も先天的に犯罪研究癖ありて 世に現れざる前科をさえ有したり世は彼の在籍を滅ぼすべく彼を世の地下室に封じたりしが昨年の8月末日すなわちワルテンベルグ氏よりの2通の書簡が到着して間もなく死亡せりしかもその市場はまた実に前代未聞の市場にして 今日まで一つの疑問として世を悩ましいるものなり。11、彼は世の留守中に自己の脳髄を取り出してアルコールにつけ、自身もまたアルコール瓶に浸りて自殺し、上より蓋をなして老風をつけたり。核のごとき自殺は、 いかなる法医学といえども認むるあたわざるや明らかなりしからばかの主々を殺したる者は何者かこの点について要はあらゆる事実を総合したる結果左の如き結論に達せり12かの主々の死と接近して到着せる二通の手紙のうち 偽手紙を書きたる手がかの主従を殺したるものなり。偽手紙の主は手紙と相前後して日本に来たり、世の留守を除いてかの地下室に入り、かの主従を殺して反責を滅せんがため、このごとき機械なる手段を用いて立ち去りたるものなり。なんとなればかの偽手紙の主は、 主人が生存せる間はかの地下室を研究するあたわずしかして隠する時は一切の嫌疑を探ると同時に一切の責任を世の胸に投げかけるをうべし従って措置学士の基調を世が一切を打ち明けて相談すべき可能性あればなりその時本物のワルテンベルグ氏は 犯人として指摘さるべき矢も計りがたし故によはそれ以来かの地下室の鍵に特殊の装置を施せり現在のワルテンベルグ氏が本日地下室の入り口にて戸惑いたるは決して不自然なる結果にあらず。13 要は明日午前十時に現在のワルテンベルグ氏が大学の余の教室を訪問せられんことを期待す。しかしてかの地下室において与党会見され与党措置学士の罪状消滅手段について研究を遂げられんことを希望す。大正十三年三月四日午前十一時三十分投函八代啓作。 二ん、この手紙の事実を認めるといなとは帰化の自由に属す要はただ帰化のために最も有利なる方法を取りたく希望しているのみ「エ八代郎先生告白します」ソチ。太郎より。 私は体温ある先生を欺きましたそうしてまんまと失敗しました私は今朝科の標本室を去った後にいろいろと考え合わせてあの時老先生の目の前にはワルテンベルム氏がいなかったことを悟りました私は老先生のご眼力におれ入りました面目次第もありません。申し訳のいたし方もありませぬ しかし、かようなことを企みました私の心情については、何とぞ一応お聞き取りの上、幾分のご同情をあらむことを希望いたします。私がこのような計画を思いつきましたのは、実に偶然の機会からでした。私は欧州各国からトルコ、エジプトと歩き回って、昨年の夏、ニューヨーク市に到着しました。そして、同市を一通り研究の後、 米国の国のの民性の源を探るため、ニューヨークから急行列車でワシントンに向かいましたその途中7月末のことボルマンカーの中で突然一人の素敵な美人が私に近づいて腕をつかまえましたまああなたはとんでもないワシントンのシェラードホテルで死にかけているなんて私に電報を打って 工業中、私を呼び寄せて同じ列車でワシントンに行くなんてあんまりひどいじゃありませんか。あなたが死にかかっていると聞けばこそ4万ドルも利益のある興業を捨てて駆けつけているのじゃありませんか。おまけにひげも何もそってしまってこんなにみすぼらしい姿をしてひどいわひどいわと泣いてかきくどきました。 私は全く面食らってしまいましたこれだけ申し上げればもはやほとんど事情をご推測のことと思いますこの夫人がフェルマジョーでした天性脚色に興味を持ったジョーは私を葬りこにして和紙と入れ替え和紙を葬ったあとは死亡証書を秘密にし私を和紙と同様に振る舞わせましたこれが、 私の第2の,の失敗は私がジョーに老先生とそれから地下室の秘密について打ち明けたことでしたジョーはすぐに筋書きを書いて私にこうせよと命令をしましたその筋書き通りに私は立ち働いてようやく今日の大詰めまでこぎつけて老先生に見破られたのです 誠に残念ではありますが同時に老先生に対して警護と感謝の念が一層強く湧き起こるのを禁ずることができません。私は老先生がフェルマジョンを通じて私にお忠告くださったご教訓を骨身にしみて感謝しております同時に私は今一度強い意味での懺悔をしなければなりません。それはかの地下室の 一寸防止のことです私は大正2年の夏ある朝早く老先生が古びた1個の真鍮病の大トランクを私に手伝わせてかのがらんとした地下室にお運び入れになった時から私はかの地下室に1個の生物がいることを疑いませんでした私はそのトランクの大きな真鍮病が内側からどうかすると皆浮き上がって 息抜きの穴となりまた大きな鍵穴が屈折展望鏡となって外の様子を見える仕掛けになっていることを知りましたそうしてその中にいる形の小さい素晴らしい知識を持っている一個の人間を認めました私は私の才能を極度に働かせ始めました私はかのトランクを運んできた自動車の番号を記憶していましたが その運転手は老先生から口止め金を頂戴していたので何事をも探るをえませんでしたしかし出発時間と帰着時間とはほぼ分かりましたのでその走って往復した距離を測って福岡市を中心に円を描いてみますとその中に直方町がありました一方に新聞を見ますと直方の多賀神社のお祭りはトランクのついた前夜に終わっているのです それから私は旅行と偽って直方に行って見世物の話を聞き回り豪州人の手品がなかなか呼び物であったことを知りましたその興行を追いかけてやっと飲酒の鳥取で追いつきましたその興行主有川氏は老先生からたくさんの口止め料を頂い,いているらしかったので私は人間密輸入の旧枠を暴くぞと脅しつけまして ととうとうトランクの主のことを白状させました彼の「豪州人の一寸法師」はシンガポールで2度も破国したあげ句ちょうどそこで興行していた有川氏のところに駆け込んできたのでした私の母は豪州人で父は日本の医師である母は死んだから今度は父を訪ねて日本に行くところだ日本に連れて行ってくれさえすればただで働く それから旅行免状は今から1週間のうちに作り上げると言って例の密航用のトランクを作ったものだそうですもっともトランクは前からどこかに隠してあったのだそうで1週間はただ展望鏡のレンズの玉磨きに費やしたものだそうですそれからシナフィリピンダイレンと興行してくるうちに一寸法師はなかなか人気を取りましたが 一方有川氏は次第にかの主寿を恐れるようになりましたというのは有川氏の妻で蛇使いをやっていた女と有川氏との関係を主寿は妙に気にしていて時々トランクの中から例の屈折展望鏡で見ているらしく有川氏が感じたのだそうです有川氏は身震いをしましたししかかそれかといって 彼のトランクを有川氏の寝室以外に置くことは主寿が非常に嫌がるので有川氏はいよいよ気味が悪くなってどうかしてあの一寸法師と縁を切りたい切りたいと思いながらそれも恐ろしくてできずにずるずると日本まで来たのだそうですところが直方の興行中に九段の一寸法師は突然こんなことを言い出しました 近いうちに私を買いに来る者がいるその人は今見物席から私を一生懸命に見ていたこれこれこのような身なりの人だもし買いに来たら2万円が一輪かけても売ってはいけないこれを聞いて有川氏は驚いてそんなべらぼうな金を出すやつがあるか俺なら2,000円でも手を打つ 第一それはお前のお父さんじゃないかと聞きましたそしたら主寿は笑って「俺の親父なら俺は買いに来るのを待ってはいない今夜にでも逃げ出して親父の足跡を買いで宿屋まで行き宿帳を見て親父の住所・氏名を探り出してすぐとそこへ飛んでいくばかりだ」 赤の他人で大金持ちらしいから俺は親方に知恵を貸すのさ2万円くらいはきっと出すから構わずにふっかけるがいいこんなことではすまないがつまり親方への恩方じさと主寿は寂しく笑ったそうですそうしたら果たして老先生はあくまでも大金持ちらしい身なりで 工業の住む前日に有川氏に会いにおいでになさったそうです。後のことについては、親方は口をつぐみましたが、ロー先生はご存知でしょう。しかるに。その処女が今日1個の標本になってしまっていることをフェルマ城から聞いて、私は全く肝をつぶしました。まさか先生が私のいない留守に。 ご自分の子供を学術研究の犠牲になさろうとは思われません。それかといって、かの主主が自分自身にアルコール漬けとなって、自分でその瓶のふたをして風呂をつけるということは認められません。しかし一方から考えると、老先生がかの二通の手紙の主に対して警戒されるため、同時に実験用としてあの地下室の主を殺される。 そうして先生の地位と手腕とで留守中であった出来事のようにしてしまいという一見稚拙なようで極めて巧妙な手段を取られようということは想像できないでもありませぬ私のリチと両親とはこの点で行き詰まりになって苦しんでおります私は明日午前中に老先生と課の地下室でお目にかかりたいと思います そして、老先生からかの主々のアルコール漬けの真相を承ってこの苦しみから救われたいと考えておりますなお私が改めて措置学士となって記帳する方法それからフェルマ城と私の一心に関するご相談もその上でいたしたいと考えております大正13年3月4日午後2時投函追伸 この手紙の事実をお認めくださるといなとは一つに老先生のご勝手に任せますただ私は老先生の恩ためを思ってこのお手紙を差し上げるのですそしてもしお認めくださらなければもっと他の方法をとるまでです「エスペラント語の主観」3「フェルマ城よ」 ジョーはジョーの天才に呪われつつあるジョーの犯罪研究に対する深い趣味と探偵活劇の脚色に関する才能とはついにジョーの心理状態を変じて変態恋愛の欲求者と勝ち去ったジョーは男性美の極致が男性の残忍性にあると思っているその結果ワルテンベルグ博士と恋に落ちまた しとも相したジョーの脚色的天才は彼ら2人をジョーの美の力で自在にもてあそんでついにどちらかわからぬようにしてしまったただ日本人が事故を知っているのみであるいはジョーもその判別に苦しんでい,いはしまいかと思われるほど2人の生命を混戦させてしまった。 ワシントンのシェラードホテルで病んでいたワルテンベルグ博士は案外重大でなかったただジョーに会いたさのあまり急病の電報を打ったその電報が図らずもジョーとソチ学士とを結びつける因縁となったのであるジョーは大胆にも2人の恋人を紹介した猛烈な恋の競争が 二人の間に始まった。ジョーはこの自然を超越したジョーの舞台面が命がけで千変万化するのを見て手を打って面白がったジョーはこの実際劇においてもその卓越した舞台監督の手腕を発揮したジョーは2人の犯罪研究者に対してものすごい知力と威力の試験問題を課したのである。 ジョーのこの試験の結果は間もなく2人の恋人が1人のワルテンベルグとなったことによって回答されたオースターは日本に勝ったのであるしかしジョーはこの和博士が真の和博士であるかどうかを試験することはできないジョーが日本語を研究して和博士の発音に注意してみるかまたは ワー博士を日本に連れてきてシロ博士と対決させてみるかしなければ措置学士はその海外旅行免状とその他一切の所有物と死亡診断書をワー博士の手に残して痕跡もとどめずに失せたのだから8月2日付のと4日付のと2通の手紙は間もなくシェラードホテルのポストに投ぜられたしかしジョーは ここのの二人の恋人恋に飽きたことを、今日九州帝国大学法医学標本室の地下室で告白したかの地下室に入った刹那にかの地下室の主人公に見せられてしまったいいな。ワシントンでかの主婦のことを聞いた時から恋していたのかもしれないそうしてその新しい恋人に会うべく古い恋人を出しに使って ここまで海を渡ってきたのかもしれないな、それが事実であろうジョーの邪悪な神秘的な恋はここまで好調しなければ本当でない」「ジョーが自分自身を中心とした犯罪欲も脚色欲もここまで突き詰めなければ面白くない」しかるに最後にジョーは「 その夢の中の恐ろしい恋人がアルコール漬けとなっているのを認めると同時にその恋人を殺した本人に対して猛烈な復讐心を抱いたその瞬間ジョーは新しい筋書きの短縮を得たそうしてすぐにその筋書きを書き始めたジョーは偽って失神状態となって 倒れかけに後ろに手をつくふりをしてまず毒の吹き矢に手を触れたがしかしそれを避けて傍らの箱の中から毒入りの角砂糖を2粒取ったこれは誠にいい心好きであった文明人を殺すには角砂糖の方が似合っているしかも毒矢より使用しやすいジョーは八博士か またはジョーの古い恋人かどちらかをその新しい恋人の敵と認めてこの格糖を進めるつもりらしいしかしジョーは次の事実を認めてもなおその敵討ちを実行するかどうかはすこぶる疑問といわねばならぬ一つ八代老博士はワルテンベルグ氏の父であると同時にソチ学士の父である 両人の性格と要望が小姉までもよく似ていてしかもその頭の働きに八代朗博士と共通したところがあること両人が両人とも孤児院でである秘密の人物から学費をもらったこと八代朗博士が世界漫遊後、今日に至るまで独身であることなどを考え合わせるならばすぐになるほどと頷かれるであろう二つ ジョーと下の主寿もまた同様の境遇にある二人の父が八ロ朗博士であることは疑う余地はない下の主寿についての秘密はすでにジョーの愛人から聞かれたことと思うから略する一方にジョーの父が八ロ朗博士であることはジョーが今携帯している自作自演のフィルムが証明しているジョーの母は そのフィルムの女主人公と同様の境遇のもとにスペインのアマデラに投じたしかもジョーの母をしてアマデラに行くべく余儀なくしたものは社老博士であるジョーが父と母から受けた二重の天才を持っていることはこの事実を通説に裏書きしているこのごとき天才を持った人たちがいつかしら凡俗の世界から抜け出して 高いところから互いに名を問い合い言葉を聞き合って今日ここに集まるようになったのは偶然のようで決して偶然でない当然でありすぎるほど当然な出来事であるいわんやこの人々は親子兄弟である自然の最大最高の秘密たる血が血を呼ぶ力の表れではなくて何であろうしかも この血と血の間にあってジョーの恐るべき二重の天才が実に自由に忍びざる不自然な作用を表しつつあることをジョーはもはや認めざるを得ないであろうジョーは今やジョーの父を殺すべきかまたは兄弟を殺すべきかの難問に立ちつつある同時にジョーはその恋人をジョーの兄弟以外に持ちえざる境遇に立ち至っている このごとき悲劇があろうかこれをいかに解決すべきかその解決方法はただ一つである明日午後10時に九州帝国大学法医学標本室の地下室に行けそこにはジョーの父とジョーの死因不明の兄と同じく真偽療養の意味の兄君が待っているであろう そこでこの手紙を2人に見せて相談せられよ3人の知恵はこの深刻なる悲劇を一転して痛快極まりなき喜劇と貸し去るであろうそうしてジョーのかえって清く美しく反映すべき第一着の笑い声を発することができるであろう大正13年3月4日正午10尾行 この手紙を書いた者が何人であるかを想像するなかれむしろかの機械なる情の輪に、すなわち地下室の主寿の標本が書きたるものと考えよ真の筆者は明朝自ら判明せん慎んで自然の命令に背くなかれ5 この3通の手紙は同じ日3月4日の午後6時までにはそれぞれ宛名の3人のポケットに収まっていたその3人は博多ホテルの三層牢上の貴賓室フェルマ城の今に咲き乱れたシクラメンのテーブルを取り囲んで略服のまま贅沢な晩餐をとっている3人が3人とも手紙のことは忘れたように打ち解けて愉快そうである 誰が手紙を見たかまたまだ見ていないかすら判然しないガラス窓越しに福岡市のともしの海が見える下流で二筋に分かれた神奈川の流れが十いくつの橋の元とにまんまんと春の牛をたたえ高棚をうねらせつつこれを横切って湾内の船の分かりに連なっているその真ん中に突っ立った広告塔が 黒く曇ってきた空の下でここを鮮度と国際式の滝を投げ下ろす私が入れまました紅茶でございます。とフェルマ城は銀製の盆を2人の前に置いた手酢から角砂糖を入れて父を注いで2人に勧めたワルテンベルグ博士は「光栄至極」というふうに受け取った。 老博士はちょっと目例して受けたがそれでもうまそうにすすった独身生活をしておりますととてもこんなおいしい紅茶はいただけませんソチ学士と同居していた頃はご飯らしいご飯さえ食べたことはありませんでしたソち君は私に飯を炊かせては愛すまぬといいいつも半えなの 黒こげだのを作ります。三人は正体もなく笑いこけた。まあおかしいこと。でもヤシロ先生はどうしてそんなに独身でおいでになるのですか。大変失礼なお尋ねことですけど。とフェルマージュは少し真顔になりながら聞いた。ワルテンベルグ博士も耳をすました。何。 別に理由はありません。学問のことに熱中しますと、どうしても他のことは犠牲になります。時と場合によっては自分の生命までも試験材料に使いたいくらいです。そこに人生の真価値があります。でな。どうもやむを得ません。若い2人はため息をして顔を見合わせた。 その顔を見比べながら八代牢博士はにっこり笑っていったしかしどうしてそんなことをお尋ねになりますかジョーは面食らったように大きな目をパチパチさしたワルテンベルグ博士はその横顔を見つめたあはは、<laughs> 俺はお返事ができにくいでしょう実は私は あなた方がお二人偶然にこのホテルでおちあわれたと言われるけれどもどうもそうでないような気がするのですあそんなこととお二人はさっと顔をわからめたいやあまったく天がお二人をここにおちあわせたとしか考えられんのです今一歩進めていえば お二人がその学問やお仕事のために全てを犠牲に強制られぬ限りお二人はまことにお似合いのご夫婦だと思うのですなんなら私が売却のお役目を務めてもよろしい福岡市には新旧いろんな教会がありますからどとんでもないいけませんよ先生そんなことをおっしゃっては と二人はシンクになって笑いながら打ち消したそれともお二人には別にスイートハートが終わりなのですかじょ冗談じゃないまあはきれた存じませんよとフェルマ城は真剣に怒った顔を見せたいやあ実はジョーのような美しいお方に あのようなご質問を受けるとどんな老人でも心配になります老人はとかく余計なことまで心配したがりますでな3人は一時に噴き出したそうして死ぬほど笑い続けたその笑い声の切れ目切れ目にははるか窓の下の往来から何千人ともわからぬ群衆の拍手の声が聞こえてくる 真っ先に笑いやんだジョーはその声に吸い寄せられるように窓に近寄った首を窓の外に出して街路一面の顔の海を見下ろしてえんぜんと嘆き巣をした博多ホテルのご葬儀上を打ち越すように打ち寄せ打ち返したジョーはいかにも嬉しそうにうなずきながら窓を閉めて席に帰った下の拍手はなかなかやみそうにない ジョーはこぼれる,るばかりの愛きょうを見せていった今晩んんはお二人とも誠にご迷惑でございますが宣告もちょっと申し上げましたように日本で最初に封切りをいたしますためにあのトランクに入れて持ってきました私の自作自演のフィルムを今夜つい近所の博美館で上映いたしまして私があいさつをいたすことになっているのでございますそれにちょうど同じ日に お二人の法医学の大家の方とお知り合いになることができましたのは、これこそ本当に定義としか思えないのでございます。そのような方面には全く素人の私が作りましたものをご批評を願いますのは、誠に失礼とは存じましたが、ただ私といたしましては、ご遠慮ないご指導を仰ぎたいばっかりにご無理をお願いいたしましたので。二人の博士は心よくうなずいた。 それでは、ちょっと失礼いたします。身支度をいたしてまいりますからそしてこのシュクラメンの花を八代先生から頂きました記念に今夜私の胸にさして頂きますジョーはにこやかに挨拶するとテーブル状のシュクラメンの花を一輪摘み取って化粧室に立ち去った。とワルテンベルグ博士もやおら立ち上がった。それでは、 私もこの花を一輪頂戴させていただきます。それから私も花肌失礼ですが、ちょっと用意をして参ります。さあさあ、どうぞごゆっくりと。では私も花を一つ差して参りましょう。互いに心よく笑いながら、ワーハカセは扉の方へ、ヤシロ博士は窓の方へ立っていった。 9時25分博美館の内部は窒息するほど蒸し暑い人息きれと空き家同様の静けさとで同時に満たされているただ会場の正面中央の2人の博士の席を取り巻いた紅白ダンダラの横木が猛烈な群衆の力に押されてドキドキギーギーとなるばかり低気圧が迫っているためか電灯が明るくなったり暗くなったりする 社記の前には青いフェルマ服のフェルマ城が一人の日本人の通訳と並んで挨拶をしている胸に赤い花をさした嬢の異常な美しさはむしろ悲しげに見える私は私が心血を注いで作った映画が海外遠い日本のこの福岡の人々にまでも理解されましてかほどにご熱心なご見物を受けつつあることをたった今知りえまして。 心から感謝いたしております喝<采>このご同情によりまして私はさらに世界を漫遊いたし犯罪についての知識をできる限り集めまして故郷の米国へ帰りましてからもっともっと新しいデリケートな映画を作りたいと考えておりますかっ<采>ことにこの日本に参りまして教えを受けましたことは犯罪の芸術家ということであります 日本の人々はすすててをを芸術化する力を持っております日本では戦争が美化されていると同時に犯罪をも芸術化され美化され哲学化されております西洋ではかの石川五右衛門氏のように失笑、死にがけに犯罪の哲学についての歌を歌って死んだ者は一人もありません戦争と犯罪の美化は 誠に男性美の最高点でなければなりません三四人拍手西洋では犯罪はただ醜悪なだけでただ婦人によって犯された場合だけが美化されていると認められているのですジョーは面食らって赤面したがやがて笑い出すシーシーという声が起こってたちまち静まる私はこの意味を加えた 日本に関係のある探偵活劇の映画を第一番に作りたいと考えております。十二三名拍手。ただいまここにお目にかけます映画は、かつてニューヨークで行われました殺人の中で最も恐ろしいと伝えられたものを脚色いたしましたものでございます。活塞<采>。ここに二人の姉と妹がいるのでございます。 姉のマロリーはある百万長者に嫁いって未亡人となり妹のシャロリーは探偵小説にかぶれまして婦人探偵社長となりましたその富豪の未亡人マロリーが猫を抱いて寝る癖があるのを知っている日本人の庭園師白露は1匹の猫を殺してその爪を切り取りそれに破傷風の毒を仕込んで夜中にマロリーの寝室に忍び入り そのにかの女はついに狂い死にをしましたそこへ駆けつけました妹の女探偵シャロリーはその死因を疑いまして細かに探偵をいたしました結果爪が一本足りない猫の死骸をハドソン川から拾い出しました引き続き犯人を探し出して捕まえようといたしますとそれは 自分ののである元氏の白露は姉の遺産を彼女に与えようとしたのでした彼女は主樹と反問いたしました末恋人白露の犯罪の後を書き消しスペインに渡りまして尼寺に入り後を追ってきた白露の恋を拒絶するという筋でございますこの中で 姉のマロリーと妹のシャロリーは私が一人二役を務めましたもので姉の死骸つまり私の死体を私が検視しますところが一つの新しいトリックとなっているのでございます今晩のご見物の中でこのトリックを発見されましたお方には誠に軽傷でございますがアメリカのお金で一千ドルを差し上げますほうという驚きのどよめきが 拍手の音と入れ混じるこの映画の見出しは「猫の爪」と申しまして私が前に愛しておりました白猫を映画に取り入れましたこの映画の別の意味での大建物である彼女はこの映画が出来上がりますと間もなく死にましたのでここに連れてまいって皆様にお目見えさせることができないのは私にとりましても残念でなりませんしかし 彼女が映画の中に現れましたならば彼女が生きているうちの美しさと愛らしさのために何とぞ皆様の拍手をお送りくださいますように特に私から折り入ってお願いいたします私の身にとりましてこの上なく涙ぐましい場内の天井も破れるばかりの大喝采が渦巻き起こったその渦巻きの中に伝統が消えた

一匹の美しい白猫が映画枠いっぱいに大写しに現れるとたちまち湧き起こる窮散のような拍手突然拍手がピタリと止まった白い猫の胸のところに何やら青い四角い汚れがピラピラと動く思うと不意にフィルムがぷっつりと切れて白猫は横を向きかけたまま ぴったりと動かなくなった。りとかななく白い猫の胸のところに「四角クエスチョン四角と」と横に青い陰気で書いてあるのがはっきりと映った「おっ!」と叫ぶ声が映写幕のそばに立っているジョーの口からと見物人の仁博士の口からと同時に起こった満場の人々はよろよろと倒れるフェルマ城と その体を支え止める通訳の姿を見た同時に機械室で誰だ誰だこんないたずらをしたのはと慌てふためく声がして映写幕の写真が消えうせた場内の伝統が一時についたなんだなんだ今のは何だ押スな押すな,押すな やれやれという場内のどよめき機械室でののしり合う声楽屋のドタバタという足音まるで火事場のような創造しさこちらへおいでなさいと八代老博士はワルテンベルグ博士の手をしっかりつかんで無理に見物を押し分けて表に待たせてあった自動車に飛び乗って どこかへ消え去った6時55分博多ホテルの前に時の声を上げて押し寄せた大群衆を制すべく博多ホテルの人々はほとんど総出で2人の警官と力を合わせたのがそれでも恐ろしい大勢の力で押し入ろうとするのでとうとう鉄の鎧戸を下ろしてしまった。 ウェルマ城という興奮した叫びが時の声の中に混じって外に残った3階の廊下の奥フェルマ城の今にあてられている貴賓室の扉の前にはホテルの支配人と博美館の主任とが額を集めてひそひそ話をしている博美館の楽屋から失神したーを運び出して路地伝いに ホテルの非常口から鉄の裏橋を3階まで登ってきたフロックコートのカツ弁のその横に一段となって汗を拭いたりタバコに火をつけたりしている3人の新聞記者は壁に寄りかかって腕を組んで考え込んだようにしている1人の巡査を取り巻いて「代わる代わる小声で何か尋ねては手帳につけ込んでいる」その周りに、 ホテルの来客らしい様々な人物145名が押しかけて聞き耳を立てている群衆の叫び声がはるかに3階の下から化粧レンガをしみ通してくるもしもしさようです博多ホテルですよフェルマ城のご用台ですかまだお医者様がお医者様がご診察中ですからねよくわかりませんから お医者様のお名前ですか存じませんわかりませんもしもし博多ホテルですよまだわかりませんと廊下の隅の交換台で八方からフェルマ城についてかかってくる電話に応答しているホテルの交換場の声が石箔を破る皆な片頭を飲んだ 品質の扉が開いて一人の和服の品のいい紳士が出てきた白い新しいハンカチで濡れた手を拭いながら支配人と主人のところへ来て立ち止まった皆ぞろぞろと取り巻いて耳を傾けた和服の紳士は柔和な静かな声で言った私はこのごろ近所で開業いたしました古賀という者です ちょうど白尾艦に気合わせておりましてフェルマ城の診察を頼まれましたのでそう言っているうちにドクトルの白い額から汗がにじみ出してきたドクトルは新しい判決を出してゆっくりとふきながら言葉を継いだつまり嬢は城内が最も緊張している際に突然に起こったかの故障に驚いて死神されたものと思います もう覚醒していられまして今しばし眠りたいと言っておられますからそうした方がいいだろうと思います心臓もその他のところにも異常は認められませんただ安静が第一ですなんなら今夜だけ看護婦でもつけておかれたらいいでしょうお一人のようですからこの最後の言葉は 特にホテルの支配人に向かっていった皆黙っていた「わー」という時の声がはるかにひっきりなしに聞こえるお薬はいりませんかとカツベンらしい男がとんきょうな口調で聞いた「さようですか」「別にいりますまいが鎮静剤でも差し上げておきましょう」 どなたか私と一緒にと見回した。私が参りましょうと今のカツベンが言った。ではドクトルは目礼をしていきそうにした。ちょっとお待ちください。他のお映画幕に出たあの青い息の不調は何でしたろうね。新聞記者らしい背広の一人がドクトルをさえぎった。 同時にそばの警官が司祭らしくひげをひねり始めたそう、ジョーはとにかくあれに驚かれたらしいのですが四角いものの意味とジョーの失神がもっと深い関係があるかどうかという問題はどうも私の受け持ちではなさそうですがね主任と支配人は腕を組んだ巡査のひげのひねり方は一層猛烈になった ジョーは最前失神されて覚醒されがけに紅茶が紅茶がと言われましたので急いで持って行きますと目の色を変えて床の上に叩き落とされましたがあれはどういうわけでしょう「吹きやが吹き矢が」とか「指が痛い指が痛い」痛いとか「お父さん」とか「兄さん」とか言ってたねと2人の活弁が問わず語りに顔を見合わせたさあ 最善も「シクラメンシクラメン」と口の中で言っておられたようですがおおかた上ごとでしょう精神が混乱しておられたようですからとドクトルはことも投げに言った「猫の爪のフィルムを持ってまいりましたが」と最善の通訳が丸いケースを持ってどこからか上がってきたみんなは取り巻いた「じょは」 今安静に眠っておられるのでとドクトルが遮るように言ったししがおおかりしておきましょうと支配人が手を出したいやちょっとくに見せてくれひげをひねっていた巡査が受け取った皆巡査を取り巻いて視線を集めたが巡査は新式ケースの開き方を知らないと見えて真っ赤になって方々を引っ張った 通訳はにやにや笑いながら言った。もうあの青い印記のところは切りのけてあります警察に持っていかれたそうですなんだつまらないというふうに巡査はケースを支配人に渡したかの2つの四角いものは誰が書いたのですかと新聞記者たちは面を皿のようにして通訳に詰め寄った通訳は面くらって頬を膨らしたが 不愛想に言ったあそこのところのフィルムは2三3 0枚ばかり両端を残して横に切られていてどこからでも切れてレンズの前に残るようになっていたそうですその一つ一つにあの四角いものとインタロゲーションマークが書いてあったのです誰がした悪さか未だ分かりませんがフェルマ城から受け取って機械にかけるまでは3分とかかっていませんから。 こんな悪さをする間はないと義士が言っておりましたみんなは顔を見合わせた新聞記者の中で最もハイカラな一人は独り言のように言った「それじゃこのホテルの中で誰か悪さをしたんだけしからん!と」と支配人は急に景色ばんだそしてフィルムを小脇にかけながら フェルマ城の荷物は城の寝台の下に入れたっきり誰も手を触れたものはないはずだと新聞記者をにらみつけたでも死者の時になかったものがこのホテルにあるうちに出てきたんだからそう思うより他仕方がないでしょうと新聞記者も景色版だいよいよけしからんじゃないか君はこのホテルにそんなうろんなものはいません と支配人はいよいよ奮然として言い切った巡査はまたもひげをひねり始めたじゃ女王自身かそれとも2人の客人の1人だろうと新聞記者は名探偵のようにみんなを見回した支配人は冷笑したいや今夜のフェルマ城のお客様はワルテンベルグというオースターの医学博士と。 ここの大学の八代教授ですえそのお二人はと立ち止まって聞いていた古賀ドクトルはみんなを見回したみんなもみんなを見回したお二人は騒動の最中に博美館から自動車に乗ってどこかへ行かれたようです私は後ろに付き添っていたんですがと 一人の若い活弁が言った。みんなは今一度みんなの顔を見まわした。みんな同じような疑問を起こしたらしい。変だ。どうしても変だ。ジョーが招待したんだからここに見舞いに来なければならんはずだ。中に入って一言ジョーに心当たりを聞いていいですかね。と新聞記者は小河ドクトルを帰り見た。 行きかけた小賀ドクトルはまた立ち止まった支配人は間に入って記者をにらみつけていったいけなない。そんん。ことは絶対にできません記者たちは恨めしそうに貴賓室の扉をにらんだではよろしくとドクトルはみんなの視線を逃れるように去った他の者も 廊下をおのがじし散りかけたがこの時ホテルの外の群衆の叫びが突然異常に高まったので皆はまたピタリと立ち止まった皆まん丸にした目と目を見合わせた3階下のホテルの鎧戸が外から破れんばかりに乱打されていて振動が3階まで響き上がるように思われた 最前からひっきりなしにかかってくるフェルマ城の容大問い合わせの電話と真っ赤になって奮闘していたホダルの高官主の女はこの時急に真っ青になって支配人のところへ走り寄ったお向かいのおカシヤからお電話でございます何向かいのカシヤ支配人は面倒そうに頬を膨らまして高官主の顔を見た。 交換士は今にも脳貧血を起こしそうにわらな,ないている支配人は妙な顔をして廊下の隅の交換台のところに立っていって受話器を耳に当てたがたちまち受話器とフィルムを取り落としたわしのように目を怒らし両手を広げてみんなを突きのけて貴賓室の扉を開くとはっと棒のように立ちすくんだテーブルの上のシクラメンの青い鉢に 銀の水継ぎを持ってきてあふれるほどに注がれた水がテーブルの縁を越えて床の上にずんずん流れ広がっているその周りに引き裂かれた手紙らしいものが散らかっているそのまた向こうに開け離された窓城の寝床は空っぽ支配人は窓に駆け寄って往来を見下ろした他の者も,のも 手に手に窓を開いて見下ろした往来一面の群衆は支配人のいる窓の真下のところを中心に押し寄せ押し返しているその間から黒いアスファルトの上に横たわっている白い女の死体らしいものがちらちら見えるそれを踏むいとして押し返す少数の力は 見ようとする大群衆の力に負けて大波を打たせながらみるみる狭いものを踏みつけ踏みにじっていく向こう三軒両隣の窓から無数に突き出された人の首止まった電車のベル名乗しがたい混乱の叫び「あここにこんな字が!と」と 支配人の頭の上の窓ガラスを刺したものがある皆バラバラと走り寄った支配人も慌てて首を引っ込めたのんきそうに美しくぐるぐる回る広告塔を背景にしたガラス窓の上に青隠岐の横文字が小さく1 2三行並んでいるちょうどそこに居合わせた通訳はスラスラと目を通したが焦然として言った 発狂した、フェルマ城は発狂したんだなななんと書いてあるんだと23人が通った通訳は額に手を当てながらぼつぼつ翻訳し始めた静脈色の近辺の戯れは彼女の忌まわしい懐かしい恋人が 透き通ったアルコールの地獄の中から彼女を賛美して送った恋文「毒の角砂糖と毒の吹き矢」は彼女の恋人の醜い主寿が白く冷たい永遠の笑いに彼女をもてあそんだ手品のからくり「血色のシクラメンの毒の植木鉢は」は彼女の恋人の空っぽの脳髄が 彼女の邪悪な熱愛に感じて死を制約したエンゲージプレゼント古い恋人の恨みを込めた新しい恋人の呪いを込めた真っ黒な空の下をぐるぐると回る彼女の恋の思い出のイルミネーション悪の舞台裏を我が物としようとした彼女の筋書きは 役者に嘲笑された。超自然の恋は超自然に裏切られた芝居は終わった幕は閉じられた所作を失った悪の女王は一人寂しく地獄に帰る熱狂した群衆の喝采のうちにフェルマ作1924年 3月4日7表現派と未来派と三角派と印象派とそんな芸術をごっちゃにしたような光景の中をさまようあらんかぎりの奇妙な匂いその中に青ざめた二百色光がつるされて しんと光っている地下室の舞台面である10時半ごろ時々外を吹き出した春には珍しい夜嵐の音が聞こえてくる伝統の下の安楽椅子に八代老博士が腰をかけているワルテンベルグ博士はそれに向かい合った近い机の端に腰をかけて前に置かれた2通の手紙を見つめて腕を組んでいる。 2人の胸にはシクラメンの花がうなだれている2通の手紙は何か薬液が塗られたと見えて赤褐色に変色して所々に指紋を真っ白に浮き出さしているワルテンベルグ博士は腕を組んだままいかにも真剣らしくエスペラント語で言ったあなたに宛てた手紙にはこの通りあなたの指紋がついている。 また私へ宛てた手紙には私の指紋が鮮やかに現れているつまりあなたと私とは自分に書いて自分が手に出したことになりますなンに向こうの指紋をつけてこちらの反跡をくらましたことにもなりますと八代老博士は噛んで吐き出すように言った要するにあなたも私も お互いにこれらの手紙を書かないことだけは明瞭ですな老博士はニヤリと笑ってうなずいたワー博士は依然として真剣な態度で言った是非この手紙を出した本人を探し出さねば老博士はまたニヤリと笑ったワー博士はますます真剣になって身を乗り出したこの2つの手紙を書いて 2人の指紋をつけて我々を脅迫し得る者は我々以外には2人しかいない1人は主女で1人はソチ学士であるその中でソチ学士は死んでいるから残るのはかの主女ですかの主女は本当にあなたが殺されたのですか主女は身代わりの偽物ではないのですか こちらへおいい。でなさ社郎博士はいきなりこう立ち上がった輪博士を案内して部屋の隅の寝台を隠した白い幕の中に連れ込んだ幕の中に入ると薄暗いので輪博士は懐中電灯をつけたがその光の中に現れた目の前の主樹のアルコール漬けを見るとさすがに気味悪く感じたらしく一つ二つ軽い咳払いをした そのうちに老博士は猶予なく寝台の上に上がって瓶の蓋を払い中の主樹の頭の毛をつかんで引き上げると額から上は大きなワのようにぽっくりと取れた老博士は「どうです」と言わんばかりにワー博士を顧みた今でも何事か起こりでもするかのように身構えをして立っていた和博士はこの時やっと気が落ち着いたらしく 寝台の上に上がって瓶の中を覗き込んだ懐中電灯の光で脳みそを取り出した後の頭蓋骨の空洞を照らしたその底に開いている各種の神経の穴子壁の血管の痕跡真ん中で結ばった視神経の十文字などを丁寧に指でつまんで調べていたがほっと一息してうなずいた八代老博士は 座外骨を元の通りにして寝台から降りた。ワー博士もこれに続いた。二人は元の席に帰った。第一の調査は終わった。彼の主事は身代わりの偽物でも何でもない。まさに八代啓作師が手を下して殺されたもの。とワルテンベルグ博士は大賢治のような厳正な口調で言った。 冷ややかに笑いながら聞いていた老博士は、すぐ付け加えた。老人に、あなたが真のワルテンベルグ博士で、ソチ・アイタロウを殺した当の犯人であるということも決定する。二人のものすごい目と目は、ひたと見交わされた。しかし、まもなく二人の目の光は、狡猾そうな輝きに変わるとともに、二人の唇には、 冷ややかかな微笑みが浮かんだ2人は打ち解けてきた言葉つきも和らいだ和博士は肩をゆすってにやりと笑いながら言った「とにかくあなたと私とで力を合わせて研究をすれば世の中に不可解なことはないはずです」そして全ての疑問をしらみつぶしに調べていかなければ。 われわれの恐るべききたる万年筆の正体は永久に分からなくなるのです博士はうなずいた八代老博士は自分の頭の中を整理するように目を閉じて地の底から漏れてくるような外の嵐の音に耳を澄ましていたがやがて目と口とを同時に開いたそこで 俺は全く私一人の参考として受け止まりますがあなたは措置学士を完全に殺されたでしょうな和博士の額は異様な誇りに輝き出したその時の嬉しさに耐えのように頬を得ませながら言ったあなたは私と措置学士との間に ワシントンでフェルマ城に対しての猛烈な恋の騒動があったことはお認めでしょうな社博士はうなずいたその騒動の結果私とソチ学士の2人は極度の反問に陥って城に採決を求めたのですそして城からあなたを愛せぬという宣告を聞かずに済む方法をとったのですというと ジョーと私とソチとこの3人は8月1日の月明かりの夜にチェサピーク湾に探偵をこぎなして3人で3つの盃を干しましたそのうち2つのどちらかにジョーが毒を入れておくのです3人は愉快に酔っ払って歌を歌いながら眠りましたそうして翌朝目を覚ました時 船の中には私だけが生き残っておりました。それまでジョーは眠っていましたか？私が揺り起こしたのです。ソチの死骸はどうしましたか？診察をして旅行免除を取り上げて海に投げ込みました。ジョーも手だって。そうです。 さすがに彼女も震えていましたそれにしても驚くべき残忍さですないや彼女の美が当然追うべき義務として私から迫ったのです死骸を捨てたところは海岸から遠いところですか二三回りはありましたろうそちは泳げなかったようだ とロウ博士は独り言のように言って腕を組んだご心配ご無用ですそして私とフェルマとは同罪なのですソチ学士の死は半分自殺半分多殺なのですそれはよろしいがソチ学士の死骸はその後発見されましたか魚には発見されたかもしれませんが人間には発見されません 新聞に載りませんから間違いありませんな何には及びませんと和博士は勝ち誇った勇者のように反りみになった机の上から剛然と八代博士を見下ろしていったそれでこの次に決定すべき問題は我々が決して親でも兄弟でもないことその次には あなたと私へ来たこれらの手紙が用紙や筆跡までもそっくりであるがお互いの手で書かれたものでも絶対にないことでしょうな少しでも嘘を交えられると全ての判断が狂ってきますぞと八代博士の鋭い目が下から見上げたもちろんですこの手紙を書いたのが先生でもないまた私でもない 主女も措置学士も死んでいるとなればこの手紙やかのフィルムの文字を書くものがないいやまだ一人ある2二人は目と目を見合わせたまま沈黙した <laughs> と突然和博士は笑い出した「フェルマ城が我々を呪う」。 そんなことがありえましょうか <laughs> いやあり得る彼女は私たちにさっき毒を飲ませましたえ毒をフェルマ城は今朝この地下室で失神したふりをした時にかのアルコール漬けの主婦が作った角砂糖を2つ盗んだ あのフィルムの中に出た青い陰気の2つの四角はその意味です。2つを1人に進めたか、1つずつを2人に進めたかはわからぬが、私には2人に1つずつ進めたような気がします。そうだとすれば、2人は間もなく死ななければなりません。どうしてと、

あの鉢に以前植えてあったのはここに落ちているシな水仙の増加でしたそそれがどうしたのですとは博士はせきこんで尋ねた八代牢博士の笑みは一層深くなったまあゆっくりお聞きなさいあの植木鉢は水が乾くと 部屋中いっぱいに毒ガスを出して水をかけるとその毒ガスをきれいに吸い戻す仕掛けになっているものでこのアルコール漬けの主寿が生前丹精を込めて作り上げたものですそれをどうしてジョーにジョーはこれを受ける理由があるのですフェルマジョーは今朝この地下室に来て 私からこの鉢や何かの説明を聞いた後で、あの主従のアルコール漬けの前に来て、あの主従を恋していることを、ほとんど興奮状態で口走りました。それを察した私は、ちょうどこの机の上に乗っていた植木鉢の増加を引き抜いて、代わりに、 生きたシクラメンの花を普通の土でねじめをしてジョーに侵入したのです。ジョーはこの鉢を記憶していたと見えてそれが増加であるかどうかを試すためにあのように摘み取ったものと思われるのです。私たちもこれに習いましたがしかしそれは別の意味ででした。和博士の呼吸は、 ひとしきり獣の,のように荒くなりかけたがまたピタリと静まった老博士の落ち着いたエスペラント語は続いたしかしジョーは多分このシュが死んでいることを知った刹那からもう私たちを敵と見ていたらしいのですジョーの濃いアルコール漬けのシュと その苦心から生まれたこの地下室の恐るべき犯罪用具に対するジョーの執着心を遂げるには我々は非常な邪魔者なのです。ジョーはあなたと私とを一本の万年筆で呪い殺そうとしている。しかも 装置学しからもらったらしい我々二人の指紋でその痕跡をくらまそうとしているさらにそれをごまかすためにフィルムに文字を書いて失神したふりをしたつまり自分も何かに呪われたふりをしたのですそうしてお気の毒ですがあなたはふり捨てられた ホホ <laughs> とワハカセは突然反り返った。そんなバカなことがホホワハカセの笑いは地下室に恐ろしい反響を投げしらしてうずまいた。そのうずまきのうちにヤシロハカセはいよいよ真面目になった。ようするにですなとワハカセは急にシャラクな態度になって机に寄りかかった。 私はそんな毒薬を飲まされる気遣いはないという自信があるのですそれで今のうちに一切を打ち明けて今後のご相談をしておきたいのですうーんそこで要するにこの地下室とあの標本室との秘密が完全にある一人のものになってしまえばよろしいのでしょう無論同意です 私の命のある限りはえそれじゃああなたは紅茶の毒を飲まなかったのですか和博士はせきこんだロー博士は笑ったおっはっはそれだからあなたはまだお若いというのですこんなこともあろうかと思って 前から私はここにあった毒の核砂糖を普通のと取り替えておいたのですそれのみならずこの室内のすべてのものは研究済みの消毒済みです毒があるとすれば外のばい菌がついているのです和博士はあごが一寸も伸びたかと思うほど驚きやきれた顔をしていたが やがてキレギレに言ったつまりそれではどうするのですやっぱり同じことでしょう私たちはこの地下室のものを我々よりももっと恐ろしい人間の手に渡さぬようにすればいいのです恐ろしいやつとは誰ですそれは そそれは、つつででです。万年筆そうです。す。うをいあるかのフィルムにしかくなものをかきわれわれにこのてがみをかいたまんねんつです。 我々の全ての行動を知り抜いていて、一部も隙のないように我々を支配している万年筆。我々の生涯の秘密を知っていて、これを現代の法位学会で最大最高の疑問となっている遺伝と血の研究に結びつけて、 何でもかでも親子兄弟と思わねば都合が悪いようにして我々をこの地下室に集めて滅ぼそうとしている万年室。出没自在、飛行自在の万年室です。我々は自然の法則を超越したもの,の存在を許さない。が、 この万年筆ばかりは全ての法医学上の原則いいな自然の法則を自由自在に蹂躙して存在している八代博士は右手の拳を机の上に置いてじっと和博士の顔を睨んだ和博士は怯えたような目をしたそうして 怯えたような声で言った。万年筆はどこにでもありますそのうちの一本の持ち主しです。極めて自然な解釈を下せば、あなたとフェルマジョとの合作かもしれない。バカなそんなことはたんしでありません。と、 わぁ博士は寮の拳を握って身震いをしたこの時突然八代博士のいる前の机の下でチキ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 ,チキとバッタが飛ぶような奇妙な音がした牢博士はちょっとわぁ博士の顔を見たがじきにその机の引き出しを開いて中から卓上電話の通話機を取り出して耳に当てたわぁ博士は目を見張った 室内をぐるぐる見回すと、はるか向こうの壁に電話の被覆線が日本図いに登っているのを見つけた。手術が作ったものか、老博士がかけたものかわからぬが、とにかくこの大学内の電話線とつながっているらしい。ああ、福岡警察署長さんですか。先日は失礼を。はいはい、ただいま教授室におりまして、 あのフィルムの文字につきまして、ある御人と協議をしているところです。はい。自宅に寄りませんでお手数をかけまして。はいはい。えなんとおっしゃる。フェルマシが自殺我博士は飛びのいた。目にも止まらぬ速さで、尻のポケットから黒い大きな拳銃を取り出して、 老博士の未見を狙った。もう勘忍ならぬ。ジョーが自殺した以上、悪党は貴様だ。あの角座糖を伸ばされたことを知っている貴様が、ホテルで俺たちのいないうちにあんないたずらをしたのだ。貴様は、正しくフェルマを殺したのだ。貴様がこれほどの悪党とは知らなんだ。うん白状しろ 貴様は俺を殺すためにこの地下室に俺を誘ったんだなワルテンベルグ博士の怒りの声は地下室の私壁にぶつかったその腕はわなわなと震えたその筒口に額を据えた八代博士はじっと目を閉じて何事か迷走しているかのようであった和博士は気味が悪くなってその顔を見つめた この時ワン博士は図らずも異様な周期が全ての他の周期を押しのけて室内にみなぎりつつあるのを悟ったそれは濃い強い揮発油の周期でどこからともなく室内に満ち満ちて今はもうむせ返るようになった八代博士はパチリと目を見開いた静かに微笑して底力のある声で言った「撃ってみろ!」 部屋中が火になるぞ。和博士は震え上がった夢中になって入り口の鉄の扉は壁と同様に静かに動かなかった牢博士は冷ややかに笑いながら椅子から立ち上がってマッチを取り出した中から一本抜き出して箱の外側の戸役に近づけたどうじゃな私は。 あの一寸法師がいつも夜中に出入りしていたお年どの上にいる足の踏みよう一つで一秒時間に外に出ることができる。といしてお前だけ焼き殺すことができる。お前の死骸と主樹の死骸とが明日は骨ばかりになって発見されるだろう。 その時に、私が何とかうまい説明をつけてやるここまで言いさした八代博士は気髪油のにおいに酔ってよろよろとしたワルテンベルグ博士もよろよろと鉄の扉に寄りかかりながら振り返ったそうして泣き声でキレキレに言った私はどうすればよいのです お父さん。バカこのまになってまよい事を言うなただ万年筆の主を白状すればよいのじゃ白状できないものは片っ端から一人ずつ万年筆を持てないようにしてやるのだとほとんど無意識に。 ワルルテンベルグ博士は右手のピストルを握りしめた偶然一発室内は一時に煙になった二人は同時にばったりと床の上に倒れた方々から青く赤く黄色くメラメラと黒いすすを吐きながら燃え上がる炎 イルミネーションのように並んで燃える天井のボロ切れその奥にぼーっと燃え落ちる白い膜その影の割れたガラス瓶の中から薄紫のアルコールの炎に包まれつつ微笑している真っ白な種々の死骸しんしんと輝く200色光これでこの記録は終わった。 この記録を支配する8つの青隠毅の跡ワルテンベルグ博士から社博士に宛てた2通の書信フェルマ城を社博士に紹介した名詞エスペラント語で書かれた3通の脅迫状フィルムに現れた2つの資格窓ガラスに書かれた奇妙な詩これらを支配しまたはこれらに支配されている5人の犯罪研究者 すなわち3名の法医学者1名の主寿1名の女優それらは皆死人に口なしとなってしまったこれらの青い毅の跡がこれらの人々のうち誰の万年筆によって書かれたか数本の万年筆によって書かれたか またたは一本のの万年筆によって書かれたものか。れもそのようなことをはっきりさせるべくいま一度この記録を読み返す人はこの記録を一種の探偵小説と見る人であろうこの記録の中の出来事は全部偶然の機会に何の気もなく落ち合った3人のとっさの知恵から割り出されたものかまたは初めから予定され計画されて行われたものか 〈そのような研究に興味を持つ人はこの一編を一種の脚色トリックと見る人であろう〉〈九州帝国大学の包囲標本室の地下室に咲いた悪の花がいかに4人の犯罪研究者を引きつけていかにその色と香りを混迷させたかその心理的研究を面白がる人はこの一編を一種の大敗的芸術作品と見る人であろう〉 抜群の明な知能。極度に進歩した頭が寄り集まっていかにして一本の超自然的な万年筆を生み出したかなぜにそれに怯え恐れたか文化程度の低い人々がいい加減な神の存在を認めてこれを恐れ敬うのとどう違うかそのような考察に興味を持つ人はこの一辺を一種の哲学書と見る人であろう。 その万年筆は九州帝国大学の包囲標本室の地下室に古くからあったもので八代博士から「この一つだけ犯罪に使われぬ」と言われたのに憤慨して活躍し始めたものと見る人もあろうその万年筆は4月5日の朝世界的に頭のいい連中をその住処かの地下室に集めて「あっ」と言わせる喜劇を見せようとして失敗した。 その弁解がこの記録となって現れたものと考えてくれる人もあろうそれらのいずれの人々に対してもこの記録は一種の名語の白色メガネを提供しまたは不可解のメリーゴーランドとなっていくであろうそれがこの記録の目的であるそれが私万年筆の本会である 今や私がただの万年筆に帰る時が来た無犬地獄に落ちる時が来た自然を自然に返し超自然を超自然に返してフェルマ城の後を追うて